アントニウス・アントニウルスや、ユッドス・アントニウスのイフ姉であり、オクタヴィアヌスの最初の妻となった。唯一の同胞兄弟に、ショープブリウス・クロディウス・プルケルがいる。また、イフ兄弟には、ガイウス・スクリボニウス、クリオ、マルクス・アントニウス・アントィウルス、ユッドス・アントニウスの3人がいる。母の2番目の夫となったクリオも、3番目の夫となったアントニウスも、 自身の地位を高めるため喜んでフルウィアと再婚した。紀元前44年3月15日にガイウス・ユリウス・カイサルが暗殺されると、その部下だったアントニウスは、オクタヴィアヌスやマルクス・アエミリウス・レピドスと共に第二次三党政治を始めた。この政治的な同盟をかっこたるものとするため、フルウィアは娘のクロディア・プルクラを若いオクタヴィアヌスに突がせようとした。 一方、レピルスは彼の妻の名セルウィリアをオクタヴィアヌスと結婚させようとした。結局、オクタヴィアヌスはクロディア・プルクラとの結婚を選んだ。二人の結婚についてはよくわかっておらず、クロディア・プルクラ自身に関する情報もあまり残っていない。この動きはローマの政界や社会には高まりを生んだ。オクタヴィアヌスがクロディアとの離婚を申し出ると、母フルイアは キテールキウス・アントニウスと図って、イタリア内で八個軍団を率いて拒兵し、オクタヴィアヌスと戦う姿勢を見せた。彼女の軍は一時ローマを占領したが、その後ペルシアに撤退した。紀元前41年から40年にかけての冬、オクタヴィアヌスはこのフルーヤとルキウス・アントニウスが、立てこもる町を包囲し、兵楼攻めで降伏させた。フルーアは、キオンに追放され、間もなく、 病で休止した。その後、オクタヴィアヌスは、クロディアと離婚し、スクリボニアと再婚した。オクタヴィアヌスの子は、このスクリボニアとの間に生まれたダイユリアのみである。クロディアとの間は、夫婦関係自体が完全に成立していなかったと、見られる。オクタヴィアヌスは母に宛てた手紙の中で、クロディアはまだ処女であると言っている。ありがとうございます。